日本最後の大物最強王者に挑む K1 ワールドマックス世界王者ワカオ。2004年伝説は始まった。ウェタイ仕込みの芸術的足技でマサトを撃破し、初出場にして初優勝。そして今年、史上初2度目の世界制覇という快挙を達成。勝ち技のキングオブキングス、いざ出陣。シュートボクシング第4代 K1 マックス王者を輩出した立ち技の老舗団体。このリングで絶対的強さを誇るのがこの男、宍戸浩樹。 K1 からやってきた刺客を次々と撃破し、団体の看板を守り抜いてきたミスターシュートボクシング。マックス参戦が熱望されたが、宍戸の心を動かす相手はいなかった。しかし対戦相手がブアカオだったらやってみたいと。やっぱり相手にとって不足はないですよね。ついに動いた日本の切り札、驚異の打撃が今宵ベールを脱ぐ。必要なやっぱり看板ですから、はい、負けられないですよね。もう K1 レモンティシーとサンラポンでなジャム K1 頂上対決実現。日本最後の大物宍戸は最強王者の牙城を崩すことができるのか。有明コロシアム、注目の対戦を迎えました。黒のロングタイツ、シュートボクシングの誇り、最後の大物宍戸浩樹、K1 初挑戦。And fighting out of the red corner, 174 centimeters, 70 kilograms, he's the K1 World Max 2006 champion, Wakabon Brown! 鍛え上げた肉体と打撃、世界の頂点に立つ2006世界王者、ウアカオ・コープラムック。放送席には関根勤さん、そして雅人選手に加わっていただきます。お二方どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。雅人さん、はい、2006年再び世界の頂点に立ったこのブアカオ、はい、チャンピオンとして再びこの1年間が始まるわけですね、はい、どうご覧になりますか。いや、なんかやっぱり2回目のチャンピオンとってやっぱ自信があるのか、すごいオーラを感じますね。なるほど、はい、実際に対戦された雅人さんからして、このブアカオの強さっていうのは一体どういうところですか。いや、やっぱり攻撃してもディフェンスしてもやっぱりバランスがいいっていうところがやっぱり一番の強みかなっていう。それに加え最近はパンチも強くなってきて、はい、今年の決勝はとにかく殴りましたね。そうですね、もう全試合ダウンシーンがありましたね、バッファーは、はい、そうです、はい、決勝はアンディ・サワーから2ラウンド3回のダウンを全てパンチで取りました、はい、そして関根さん、はい、そのブアカオに挑むシュートボクシング、宍戸なんですね。そうですね、シーザー魂をね、持ってどこまで戦えるかですよね。でも素晴らしい選手ですよ。さあ対戦だ、ゴングが鳴りました。有明コロシアムまず入っていったのは宍戸。宍戸選手はですね、手数が止まりませんから、はい、おーハイキック、無尽蔵な、おーっと、いきなり倒れる、いや、その前にやられちゃいました。その前にやられちゃいましたね。いやー、宍戸選手でもこう勝ちました。ワカオ・コープラムック、投げ倒したっていう表現がいいんじゃないですか。そう、ご覧いただきましょう。踏み込んできたこの宍戸に対して左フック、手打ちですけどね、腰に入ってるわけじゃないですけどね、二方立ちですね。見たかな、この左フックです。ブアカオ、さすがに世界最強。ほとんど汗をかかずに終わったブアカオ、そしてこの笑顔です。
やはり現在世界の頂点に立ったこのドゥアカオ時代、これが果たしていつまで続くか。